プロスピエースということで、佐々木智也プロスピエース成長日記というところをですねやらせてもらってますけども、さあ今回はどんな試合になっていってるのかっていうところで、まあ、まずは今日は試合をしてから最後に、ガチャを引きたいと思います。お楽しみにっていうところで、さあ本日の公開試合1試合目、まあ1試合しかしないんですけどね。里崎智也さん、石井典弘さんのお二人、実況は三橋立ち上がりの配球なんですが、石川行こうよ。いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことが、石川の場合はシンカーと高速シンカーの出し入れ、インコース決めてきた。で次はシンカー、うん、いいよ。で追い込んでからのスローカー、オッケー、いいよいいよ、いいです、今日抑えてるよ。そうそうそう、このイーグルス打線がどう攻略していくか、いいコースでしたけどね。いい選球だね、変化球からのシンカー、そう、オッケー、ナイス。ストレートもあるよっていうね、ミックスだよっていう。高め外れてボール。そう、シンカーと見せかけてストレート。低めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。OK、完璧。リード完璧。いっちゃうね。反応できん。ふわー、完璧に切り切りま。絞りつれ。ボールくせえし、タイミングも合ってねえし、ふぅー、差し込まれてる。ディフェンシブ勝負だ。打順は4番ビシエド。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。そう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 、いいよ。ここはしっかり抑えていきたいですよね。そう、さっきの回のストレートが生きてんじゃん。やべ、ああよかった、ボールいった、合わしきれねんかった。おっ、ナイスカバー。喋りながらやるとミスるな、うんと、難しい。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、惜しいですね。ボールか、はい、低めわずかに外れてボール、ボール先行です。そうそう、低めばっかりじゃないよっていうね。ツーボールツーストライクです。最後はズドンと、はい、ああボール、よくカットしたね。もう一回差し込まれてるからね、タイミング合ってないでしょ。はい、オッケー、そう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 、相手の反応を見ながらね。そう、まだアウトコースは行ってないからね。高め打ちました。打たれた。投げてなかったのに。7番に入っている松田。ピットでランナーを一塁に置いています。調子こくとやられるな。はい。初球ランナーは動きませんでした。このカウントはバッターがフルスイングしてきますから、甘くならないように気をつけたいですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。そう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 、取り込んだよ。少し慎重になってるでしょうね。なるほど、そうですね。うちのボール打っていった。うわー、連打。くー、危ない。頑張れ。怖いバッターが続きますから、ここは踏ん張りどころですね。さあ、得
オッケー。この失点は勝敗に関わってくると思いますから、絶対に抑えないといけませんよね。なるほど、そう。ストレートのような完全に。お、ランナースタート切ってきません。行かないよ、ストレート行かないよ。ウィー、オッケー、ナイス。いいですね、リード。リードはいいけど、バッティングはもうからっきしやん。ああ、ナイスプレーやないか、取ったよ、ほんま。インハイマシ作戦。さあ、そう。第一頼む。何でも見るな。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますね。ああ、もうまずゴリ遅れたくない。これが3球目。これも見ました。落としましたが決まります。ストレート打った。走れ走れ走れ。無理か。ランナーを置いて迎えるバッターは丸。気はありません。0対0で最終回を迎えています。そうそう、今日スライダーあんま投げてなかったからね。これが2球目。そう、いいよ。おー、ナイスダブルプレー。第一めっちゃうまい守備。3、6、1、最高。いいよ。ロメロ、カーブだ。うん。ういわ、いいよ、ギリギリ。ボール球振らせよ。オッケー。よーし、踏ん張った。オッケー。さあ、もう、これ1点取るしかない。ヒットも2本も打たれてるし。点取らなきゃ負ける。アキアンごめんや。代打や。中村翔吾や。そうやろ。おかわり君打つしかない。インハイ作戦。お、さよなら。いった、インハイ待ち作戦からのフォークをすくい上げてさよなら、スリーラン。いやー、よかった、完璧。やばい、花火上がってんじゃん後ろ。踏ん張った。いやー、よかったですね。ピッチャーの踏ん張りに応えたですね、最後ね。インハイ待ち作戦からのフォークを打つっていう。新たな技です。はい。さあ、あとですね、これ、前に家でやった時のやつの写メ撮ってきました。奇跡の。見てほしいですね。3回表に3点取られちゃって、もうこれ絶対負けだなと思ったら、だから3回裏、ノーアウト1、2からですね。2番坂本がフォアボールを選んで満塁になって、3番吉田正尚がなんとレフトにサヨナラ満塁ホームランを打つっていう、この劇的な試合、こう証拠がこの画像です。いやー、こんな試合もあるんですね。もう完全に3点取られて意気消沈で負けたなと思ったら、坂本フォアボールからのサヨナラ満塁ホームランっていう劇的な試合があるっていうね。プロスピースね、なんか負けてうーんってなりますけど、勝った時の爽快感さがもう素晴らしいですね。さあ、ということで今日は最後にガチャいきたいと思いますけども、 A ランク以上確定スカウトガチャ、お一人様は5回までっていうガチャをやりたいと思いますけど、やっぱさすがに無課金でやってるんで、そんな簡単に限界突破ね、マックスまで行くのに、その A ランクもそんな簡単に集めれないんで、必要以上に極みになっていかないんですよね。だからもうここは、まあ、S も当たるかもしれないし、5回ちょっとガチャやっていこうっていうね。さあ、1回目は何もない。でもまあ A は絶対当たるっすからね、光もしない、飛びもしない。
選手。まあまあいいでしょう。1回ぐらい来へんかな。エースっていうね。何も出ない。からの、普通の調子くんからの、おっ、ワンランクアップ。からの、飛んでからのにっこり、ノーにっこり。大山選手。まあまあいいでしょう。3回目。何も出ない。からの普通の調子。おっ、もう一回。なあ。さあ、飛んで飛んで飛んで。2個。ノーニコリ。おやもとでしょ。まあまあいい。まあでも A が当たるからいいね。まあ最悪ね。ノー。ノーチャンス。これはノーチャンスなの？ニコ。ノーニコ。ニッコリないの？平選手。さあ、最後。お！来たよ。お月様出てるよ。さあ、どうなの？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 最後に来て。普通。からの？からの？